俺が未熟の家にその王さんと一緒に借りてたわけ、うん、東京出てきたての時に普通にね、うん、あの交差点のからちょっと、はい、うん、ほんならなんか同期とか他の芸人が爆心師山下さんの AV にお前のライブのポスターがいっぱい貼ってんねんけど、あれなんや、え、爆心師山下さんってジャルクザのファンなみたいな、え、何それみたいな。ほんで見て、いや、ほら、うちの家やんけってなって、でそこで使って撮ってはったんで。そう。王さんが、使っていい、使っていいって言われて、それが千賀さんと一緒に住んでた部屋なのか、本人はいないんですよ。うん、いつも俺借りてる時って。王さん男性なんですか？男性男性。王さん男性男性。昔からの友達。うん。うん、だからジュニアさんの部屋を貸してくれてたんですよ。でそこで俺も一回だけ借りてて、俺は定休止物取ってて、で山下はちょくちょく借りた。なんか覚えてるな、東向きの部屋があって、はいはい、ベッドがあって、まあまあ綺麗なマンションですよね。そう、綺麗なマンションで水色のなんかシーツかみたいなのがあって、でその東向きの部屋、はい、を家庭教師で使わせてもらいました。それ完全に俺の部屋ですよ。ですよね。同じベッドさらばあるんですよ2人で。そうやな。勝手に俺がお邪魔したっていうか、まあお邪魔したっていうか、王さんが王さんが借りてきたマンション。